こんにちは、ヒグマです。今日は皆様に緊急のお知らせがあります。まあ緊急っていうほどでもないんですけれども、ちょっとね、しばらく動画撮りができそうもないんです。っていうのも、今日ね、私この格好でね、着付けをして、着付け動画を撮ったんです。そしてね、元気にお出かけしたんですけれども、今日ね、私の住んでる町の駅の前でね、転んで骨折してしまったんです。ちょうどね、手首のところが折れてて、今すごく痛いです。で、こんななので、着付けなんかはしばらくできません。当然ね、楽しみにしていたバイオリンもできなくなってしまいました、まあしばらくすればできると思うんですけれど、1ヶ月か2ヶ月ぐらいはちょっと無理かな。で、明日、今日はね、日曜日だったので、救急で見てもらって、レントゲンを撮ってもらって、こんな風な感じで固定してもらったんですけれども、明日改めて地元の整形外科に行って見てもらうことになります。その結果によっては手術をしなければならないこともあるらしいんですけれども、まあとにかくしばらく、着物を着るのは無理みたいなので、あとね、今、動画をねアップできるのが3本あります。3本撮ってあるのがあるので、それは予定通りアップできると思いますけれども、その後はちょっとね、もう、アップできないかもしれない。ちょっとお休みをさせてください。皆さん、私のこと忘れないでください。それではまたね、あと3本アップできると思いますので、見ていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。